本日の料理は何でしょう。はい、初夏の食材を楽しんでいただくカジュアルイタリアンコースです。お願いします。おお、ね、綺麗。見てるだけで勉強になる。楽しいよね、うん、優しくて甘い。美味しい。美味しい。すごく美味しい。家では出ないパスタの味。何かが違う。なかなかこの味は出せない。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ステイホームな日々が続いておりますが、はい、本日はね、うん、家にいながらちょっとリッチなランチをいただきたいと思います。はい、我が家の台所、こちらにね、うん、プロのシェフがやってまいります。出前ではありません。それがね、不思議なんだよね。ケータリングでもありません。それも不思議なんですよ。プロのシェフがこちらの台所で料理を、ね、コース料理を作ってくれます。楽しみだね。はい、出張シェフサービスシェフクルーを初めてお願いしてみました。そろそろやってくるお時間でございます。時間ぴったりだね。ぴったりでした。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは、すいません。よろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。森野健太郎と申します。よろしくお願いします。早速始めさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。これ、この中にもう食材が全部。そうですね、はい、下ごしらえしたものと。すごい、ありがとうございます。これ準備するの大変ですよね。逆にこのぐらいしてきた方がやっぱりお宅でスムーズに、はい、すごい美味しそうなものができそうな。これワクワクしますよね、これね。これだよ、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 これだよ。見て見て、これピンクペッパー。ほんとこれあると全然違うんだよね、生えて。食材がね、食材見るだけで楽しい。うん、楽しい。これもね、かなり面白いんじゃない。面白い。プロの現場だよ、これ。それが見れるっていうのはもしかしたら醍醐味かもよ。じゃあ、冷蔵庫、はい、お願いします。どうぞどうぞ。こちらに入っていただきます。じゃあ、お皿をお借りしてもよろしいでしょうか。もちろんです。私大好きなんで、いっぱいあるね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ここいらへんですよね。はい、ぬれさんのこれだね、お皿が。これでしょ。古かったんだけど、これでね。はい、ではお料理始めさせていただきます。お願いします。お願いします。すごいね、用意簡単だね。もう助かる。これもね、用意しようと思ってたんだけれど、うん、持ってきていただけることになってました。大きさがいいですかね。あ、フライパンと大きいのもありますよ。あと、それもあるし、ここも鍋と、あ、はい、このままも使えますよ。はい、もちろん。本日の料理は何でしょう。はい、初夏の食材を楽しんでいただくカジュアルイタリアンコースです。お願いします。
たせしました。失礼いたします。長野産のトマトと、トマト、はい、トマト6種類の魚介を使った冷製のビスクスープでございます。魚介、すごい美味しそう。はい、では早速いただきましょう。いただきます。美味しそう。美味しそう。いただきます。美味しい。あのね、魚介の味もするんだけれど、うん、トマトやっぱ入ってるね。うん、家じゃ絶対食べれない。食べない。美味しい、うん、すごい美味しい。なんか、うん、シーフードの味がすごいね。美味しいこれ、うんうん、最初トマトの酸味くんだけど、その通り魚介ががっつりくるんだこれ。すごいね。海の幸どころが海に溺れちゃってるぐらいの勢いだね。美味しい。あ、最後最後トマトの味もう一回くる。うまい。美味しいね。なんか絶対家で作れない味だね、これはね。絶対作れない。でも水いかなくてこれが家で食べれるっていうの。癖になっちゃう。不思議だよね、これ自分の家なんだけど。そう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 。コース料理っていう。コース料理が食べれるってなんか幸せ。バルサミコ酢を煮詰めたものとオレンジの香りのついたオリーブオイルを使っております。すごいおしゃれ。おしゃれですね。はい、乾杯。乾杯。いただきます。おいしい。おいしい。ではそのままで平気だね。うんうんうん。ほんとだ。うん、家でなかなかバニコは食べない。おいしい。甘いんだけれど、甘いんだけど酸味もあって本当に美味しい。オレンジも香りもして、うん、バルサミコ酢の、うん、桃と一緒に食べてみたいね、今ね。ちょっと食べて、食べてみよう。これはね、新しい、うん、すごい美味しい。初めて食べる味。美味しい。うん、でも馬肉じゃないとダメなのかもね。あ、そうかもしれない。だね。てかね、白ワインと合う。美味しいね、これね。これはぜひお酒を用意した方がいい。これは、はい、贅沢時間でございます。
三品目お待たせいたしました。レストランだね、まるで、ね。じゃあ旬のイワシと、夏ナスですね、ナス。ナス、はい、すごい。揚げたもの。イタリア料理であのカルピオーネっていう、あの、まあ、日本でいう南蛮漬けみたいなお料理があるんですけれど、それを今回あのテリーヌの形に固めてお出ししております。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれなんで、甘酸っぱいお料理ですね。はい、イワシとナス。くぞ。ホロホロだね。ホロホロですね。うん、美味しい。うん、美味しい。冷たくてひんやりしてて夏にはぴったり。うん、ナスも美味しいし、イワシも美味しい。上も玉ねぎかな、なんか、すごい美味しい。うん。なんかね、今回テーマが夏なんだけど、さっきから桃でしょ、ナスでしょ、新玉でしょ、イワシでしょ。確かにね、これは初夏をね、満喫できます。爽やかだね。美味しい。爽やかなんだけど、すごい濃厚。そう、甘酸っぱいんだけど、すごく美味しいです。美味しい。そしておしゃれだね。おしゃれかといって、さっぱりしすぎなくて、さっぱりしてて、お魚が濃厚。そうなんですね。次はニョッキを。あ、ニョッキ、はい、そうですね、冷凍のまま入れた方が極力粉を減らしてとろけるような感じで作る時もあるんで、そっか、食べる人によって食感を変えられるの。これってさ、お願いできるってことは年配の方とか子供に合わせて食感とか変えられるっていいかもね。柔らかくしたりとかね、逆に歯応えが良くしたりとか。そうですね、可能なことは全てお答えさせていただきます。素晴らしい。レストランじゃできないことだよね。そうそうそう、それいいですよね。映えるし、美味しそう。シンプルですが、こちらは。じゃあ本日4品目ですね。じゃがいもとそら豆の。そら豆。そら豆だね。あ、私の好きなやつ。でおソースがですね、あの北海道のピュアホワイトというあの白いトウモロコシ。ね。甘いトウモロコシをソースにして仕上げております。トウモロコシとそら豆とじゃがいもでも本当に旬ですね。旬ですね、本当。そら豆とじゃがいも、あ、違う、白とうもろこしね、とうもろこしとそら豆のコラボです。いただきます。あ、甘っ。とうもろこしの甘さがね、優しくて甘い感じで、美味しい。いっぱい食べたい。美味しい。これね、とうもろこしのソースめちゃめちゃ美味しい。甘い、甘いんだけど、甘くてコクがあるの。トウモロコシってコクがあるじゃない、そのコクがありながらも甘くて美味しい、自然な甘さ。そう、これうまっ。これおじいちゃんおばあちゃんもいいね。いいね。ニョッキはプリンプリして、これ味がほんとそら豆なんだ。形がなんかそら豆なんだけど、そうそうそう、それなんだけど味もそら豆だけど、このソースとのバランスが最高だね。そうなんだよ、最高。白トウモロコシ2つ合わさないとこの味にならないっていう。うまっ。
美味しい。これはとても美味しいです。ありがとうございます。形まで気づいていただいてありがとうございます。やったよっしゃ。中出ます。はい。甘さ。そうですね。少し細いタイプのもの。お待たせしました。少し長めですね。失礼します。はい、バジルと、モッツァレラチーズの。お店だ。お店ですね。さっきからお店だ。トマト風、トマトソースのスパゲッティですね。イタリアのソレントという南の方の地域の郷土料理です。モッツァレラチーズとバジルが入って。はい、美味しそう。はい、いただきましょう。いただきましょう。なんか本当にさ、お店に来てる感じだよね。でもさ、こんなに家でこんなにゆっくり食べれるとは思わなかった。確かにゆっくり、そう、しかも見れる。すごく美味しい。あのね、美味しいしか言ってなくて申し訳ないんだけど、家では出ないパスタの味なんだろう。家でもトマトパスタって結構作るじゃない。何かが違うみたいな。なかなかこの味を出せない。そうそうそう、何かが違う味がお店なんだよ、うん、やっぱさ、美味しいよね。うん、やっぱり熟練したプロの技。家では出せないね。間違いない。美味しい。美味しいよね。家ではね、絶対ね、なんだろうね、何かが違うけど、ね、大いに違う。これがアルデンテだ。それはね、ダメ。ごめん、これ、俺にはこれ茹でられない。確かに、あのね、美味しいです。伸びたりとか。これだよ、もうしちゃうもんね。ここからが違う。そうだ、パスタの茹で方なんだ。美味しい。ボリューミーですけど。
最後になります。あるんですか？ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。お待たせしました、はいはい、最後のメイン料理ですね。あ、すごい。じゃあ牛のヒレ肉をご馳走しました。わーソースがパプリカとパプリカ、はい、くるみを使ったペーストのおソースになります。パプリカ の、 青臭さと、うん、くるみ の、 ナッツ感がすごく相性がいいので、はい、召し上がってください。すごい、ローズマリー。緊張するね、お肉ってさ、うん、家でこんなに均一な焼き加減でなかなか ね、 ね、そう、いや、焼きすぎちゃったとかそう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 ね、あるよね。で、くるみとパプリカのソース、いただきます。いや、合う、お肉とね、うん、確かにパプリカのあるんだけれど、ね、うん、すごくマッチ。なんて言えばいいんだろうね。新しい仲間が増えたみたいな感じ。あのね、黒胡椒、お肉についてる黒胡椒とくるみとかこのパプリカのソースがすごく合う。あんまりさ、パプリカをソースにするっていう概念がなかったけど、これやってみたいと思った。うん、これだったら苦手な人でも食べれそうだね。そうだね。ぜひみんなには食べてもらいたい。そう、主張しすぎないで品のある味。うん。ねえ、そのソースになってるパプリカがこうやってちゃんと焼かれてるっていうのもまたいいなと思って。これすっごく美味しい。あのくるみとパプリカのソースが、あのくるみの濃厚さってこんなに肉に合うんだね。うん、美味しい。肉のこうなんだろう、絶妙っぷりがまたうまい。これはね、食べてみないと分かんない。これは食べてみたいですか。ぜひ皆さんも食べてください。食べてみてください。大満足でしたね。美味しかったね。美味しかった。はい、いただきました。ごちそうさまでした。美味しかった。いかがでしたか。美味しかったです。美味しかった。美味しいお店って
お店が高級だったりすると緊張するけども、それよ、家で食べるって新鮮でいいね。うん、そう、あとね、うん、予約が必要ないでしょ、うん、あと待たされないのと、待たされない、確かに予約がいっぱいで断られることもないない、うん、やっぱね安心ですよ。あと時間がね、ゆっくりいただくことができました。いやもう良かったです。はい、満足でした。はい、時計どうもありがとうございました。はい、というわけでどうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。ありがとうございます。すごい楽しませていただきました。よかったです。あとの中でもちょっと話したんですけども、はい、例えばちょっと柔らかめの料理が好みとか、はい、あのもしくはちょっと量を減らしたりとか、そういうわがままも聞いていただけとる、はい、そうですね。あと他にもアレルギーですとかおっしゃっていただければ可能な限り対応させていただきます。わかりました。であとはもうほんと食材とか全部持ってきて、はい、今回ですね、駐車場どうしようかなって迷ったんですけども、はい、問題ないということで、そうですね、はい、問題ありませんでした。あの料理を、材料を背負って来てくれました、はい、どうも、遠いところまで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日はどうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。